私あのボーノと申しまして、ちょっと名前が難しいですけど、まあ、こんな感じでいろんなところで研究なりなんかいろいろやってきた人で、ようやく大学院卒業してから10年ぐらい、大学院入ってから15年ぐらいの、まだあの駆け出しの研究者なんですけど、こういうところで、やっていただいて、まあ、こんな本を書いてるから見たことあるかもしれません。で、こんなやつはいいんですけれども、とにかく、まあ、研究をずっと僕も生命科学の研究をやってきたんですけれども、進めれば進めるほどですね、まあ、壁にぶち当たるんですね。どういう壁にぶち当たったかというと、公共のデータベースっていうのをみんな利用して研究します。で、これは何かというと、今まで その生命科学の研究は、自分の目の前にある、自分の研究室にあるそのマテリアルというか物質をこうやれば、それでこうだけやってれば、なんか新しいことなり見つかってたんですけど、まあ、そういう時代じゃなくなってきてですね、そのやったものを公共にあるインターネット上で利用可能なデータと比較して何かやらなきゃいけないってことになってくるんですけれども、その比較する対象がですね、研究やればやるほどですね、不備。で、それが研究の進展を妨げているというふうに、割とまあ思うようになってきたんですね。で、それをきっちり、まあ、してからというか、そういう不備をみんなが使えるようにして、みんなが使えるっていうよりはもう本当僕も人間ですから、自分が使えるようになればいいんですけれども、それができないと、もうこれ以上研究が進められないんじゃないかと。で、私もまだ、研究始めて、まあ、10年から15年ぐらいの人間ですけど、これからまだ先ちょっといろいろ研究の世界で生きていきたいので、やはりその辺きっちりしないと気持ち悪いということで、ですね、まずそういうのを先にやってからこれから研究を続けていきたいと思いまして、で、このライフサイエンス統合データベースプロジェクトに今身を投じて、やっております。でですね、で、この文部科学省が進めてますその統合データベースプロジェクトっていうものなんですけれども、まあ何かというとですね、まあよくありがちな次元プロジェクトでして、実は2010年ですから来年、もう今年なんですが、来年度までの5年間の次元プロジェクトとしてやってます。ライフサイエンス分野の統合データベース整備事業とかとして、こういうとこから見れば載ってますけど、こういうところでやらせていただいてます。で、でここのじゃあ DBCLS、ライフサイエンス統合データベースセンターという名前なんですけれども、それはですね、このプロジェクトの中核機関として採択していただいた機関というか研究センターでございまして、実はこのプロジェクトに関わる研究所はいろいろいっぱいあります。これはここを見ると分かります。で、このプロジェクトの成果として、やっているものというのはこの統合ホームページと呼ばれる lifesciencedb.jp ここですね、このサイトから見れます。で、このサイトを見て何か知った人が多いと思いますし、これが DBCLS のホームページじゃないかと思われている方も多いと思うんですけど、実質上はそうじゃなくて、この統合データベースプロジェクトの成果のページになっています。じゃあ DBCLS って何やねんという話なんですけれども、それはちょっと後にします。で、今はその僕らはそのライフサイエンスデータベースの統合化しようということをずっとやってるんですけど、それを、進めているんですが、それの根底になっている考え方っていうのがございまして、それをちょっと簡単に4つに分けて説明させていただきます。まず1つ目なんですけれども、統合データベースの構築というのは完結しませんということで、常にだからずっと統合データベースのものを維持してやっていかなきゃいけないと。なんかね、あんまり、プロジェクト名を個人で挙げると今ここにいろいろいらっしゃるのでちょっと怖いんですけれども、なんか5年間で何個やりましたみたいなプロジェクトみたいに、それでやったら終わりみたいなんじゃなくて、とにかく皆さんがデータベース、研究をやる上で使いやすいデータベースを維持していくものであるというふうなものをやらないといけないと思っていますと。で、特にここに書いてあるように、研究の進展に応じて利用者が求めるものを変わっていくと。何年か前までには、今すごく流行りになってます、そういう次世代型シーケンサーみたいな、高速 DNA シーケンサーみたいなのがなかったんですけれども、そういう DNA シーケンサーみたいなものが出てきたら、それのデータを、解析するとか、それを収めるアーカイブを作るとか、そういうものを、やっていかないといけないという、ことが1点目にございます。なんか意見とか質問あったらここに書いてくださいね。皆さん聞いてる方、ユースト参加の方、ここに書いてくれたら僕はできる限り見て反応してそれに答えたいと思いますんで、はい。で、2点目なんですけれども、なんか統合
データベースの一つに何か収めたら良くなるんじゃないかと、一つにまとめたら全部使いやすくできるんじゃないかと思ってらっしゃると思うんですけど、我々ずっとそういうデータベースを使ってきた人間からすると、まあ、そうじゃなくて、とにかく研究開発の生産性が上がるような、生産性の向上を目指すようなものを作ると、まあ当たり前なんですけれども、ここのでポイントはこの黄色の文字のところで、利用者中心、まあ、当たり前なんですけれども、それを目指すということと、あと日本語でやりますということですね。これまでのそのいろいろデータベースを使いやすくするプロジェクトってあったんですけれども、なかなかこの日本語でやるってことをみんなしないので、使いにくいんです、はっきりね。使いにくかったんです。要するに、それは なんで使いにくいかというと、専門家にとっては当然、日本語でも英語でもいいから、それは国際対応した英語でやればいいじゃないかってみんな言うんですけれども、ちょっとまあ、これからそういうふうな分野に入っていこうとか、自分はその専門家でない分野のことをちょっと知りたいとか言った時には、やっぱり日本語でそういうことが分かったら、すごく嬉しいわけです。でみんな本当、ちょっと違う分野、自分の専門でない分野に関しては、日本語で分かったら嬉しいのに、なかなかそういうふうなのが、まあ、紳士気取りというか、まあ、なんかいろいろ見栄を張るというか、そういうので、なかなかそういうふうな感じじゃなかったのが、まあ、もうちょっとぶっちゃけてやりましょうということを今やっているのが2点目というふうな点で強調させていただきます。で、3点目としては、まあ、なかなかこれまでデータベース化しづらくて、やられてなかったこともやりましょうということで、まあ、特に、特許の情報とか、まあ、各種報告書類ですね、こういうものをみんなインターネットで検索できていつでも見れるわと思ってはるかもしれへんけど、まあ、それはごにょごにょっと言ってきます、はい、そういう感じなんですね、うん、まあ、それが やろうというふうにしていろいろ手がけております。で4点目なんですけど、これは特に我々、私自身なんかがやってることで、こういうことって、まあ、サービス事業ですから、ってことですね。まあ、研究開発、研究をやっているというよりは、サービス事業をやってますっていうふうな感じで、こういうものをやってまして、まあ、こういう感じの講演会みたいなのも企画しますし、各地に行って、こういうライフサイエンス分野のデータベースの使い方みたいなのも、講習会もずっとやってきました。それに関してはちょっと後でお話します。まあ、そういうようなことが、まあ、精神としてあるんですね。まあ、大体これで10分。で、我々が、まあ、このセンターでやっていることを、じゃあ具体的にはどんな感じですかっていうのをちょっと私なりにまとめたものがございまして、まあ、1個目としては、まあ、自然言語の関係ですね。これに関して後で、吉田さんがですね、素晴らしいプレゼンをしてくれると思いますので、特に私、多言を要しませんが、という点です。で、2番目が、まあ、DNA、RNA、プロテインというふうな順番に流れていく、この生命の言語の流れですね。セントラルドグマと呼んでますけども、こういう周りから出てくる情報、まあ、DNA 配列、RNA 配列、タンパク質のアミノ酸配列みたいなものっていうのを扱うのが2点目。で3点目はその他があるんですけれども、まあ、それぞれ、やってる、このセンターでやってるものとしては、水源語処理に関しては、この横断検索とかデータベース化とか、これは後ほど横山さんと林さんが、この2つに関しては説明してくれますので、ここで私も何も言いません。でそれ以外にもこんなオレフィルとかアリーとかグレンドというようなサービスを、まあ、提供してまして、主にこの自然言語に対する処理のサービスのが多分一番ここではこのセンターは売りだと思います。2点目のこの DNA 配列を中心とする生命の、まあ、言語というかそういうものなんですけれども、それに関してもいくつか、まあ、サービスをこんな DNA 目次とかマイヤーとか発言等と呼ばれるようなプロジェクトでいくつか、提供しておりますが、これに関してはちょっと、後で聞いてください。特に今日はそんなに詳しくは説明ないと思います。で、まあ、それ以外に、その他でやっていることは、まあ、こういうアナトモグラフですね。これはちょっと後で、説明してくれる人がいると思いますので、特にこれも言いません。でそういうものが、提供しているサービスになっております。これが、まあ、DBCS がやっている、まあ、提供しているサービスに、何今の、まあ、私なりのまとめになっています。でなんですけれども、このセンターなんですね、まあ、今いる建物はこういうふうな、工学部12号館のお題の建物なんですけれども、来てびっくりしたと思いますけど、ここは東大とは基本的には関係のない研究機関、まあ、私は特務機関と思いますけど、ライフサイエンス分野のデータベース統合化の拠点として、2007年の4月に今できたもので、ずっと、まあ、東京大学さんの、まあ、本校キャンパス内に、寄生虫のように寄生させていただいてますけど、東大の機械ではございませんので、こういう情報システム研究機構という大学共同利用機関法人のちょっとした噛みそうな
あの法人がありましてですね、その下 の, あの研究センターの一つです。でそれ以外には我々のところの、まあ、兄弟の、研究所としてこういうふうな遺伝研とか情報研とか、等数研とかそういうものもあとあの南極に行く極地研とかそういうところがございまして、まあ、DBC ですがここの一つと、まあ、こんなところが最初から見えます通り、まあ、ドメインの構造を見て分かる通りこの情報システム研究機構、まあ、ロイスというんですけどそれ の, あのセンターの一つになっています。で、じゃあどんだけ人がいるんやっていう話なんですけど、これもなかなか外に資料がないので今話ざっと話させていただきますと、偉い先生方があのお二人、高木先生とあの大久保先生という先生がお二人いて、あとはなんかフラットな感じの、なんかいろいろついてますけど、私もなんか特任准教授聞いてますついてますけど、基本的にはここ の, あの PhD 持った、要するに博士号を持った研究員の一人として勘定されるだけで、基本的には一緒です。で今日あの主役でありますあのリサーチアシスタントの方はこちらに書いてある通り、今ちょっと新旧の抗体がいるのでものすごく多く見えますけど18人に見えるんですけれども、まあ、こんな感じの構成で、この今月で7人辞められますので11人で、まあ、大体それの10人前後があのいらっしゃってあの毎日来てあの手伝っていただいてるんですけど、大学とか大学院の構成はこんな感じになってます。筑波大学で、まあ、そういうセンターで、このこちらの方以外 の, あのうちの人はあのこんな感じの人たちが、まあ、いてっていうのが、まあ、この写真を出してます。でここのセンターで具体的にやってるサービスのを、まあ、先ほど見せたんですけど、それはどっちかというと、まあ、サービスとして見えるものだったんですけれども、この DBCS 自体はですね、どういうことをやってるかという三本柱っていうのがあってですね、それをまあ僕らの仕事のまあカテゴリーなんですけど、やってるのを紹介しますと、1点目がまあ戦略立案をやると、国のまあこういうデータベース、ライフサイエンスのデータベース、どういうふうなことをやったらいいかとか、そういうふうなことをまああの練るチームがあって、それが戦略立案チームというのと、あと私どもがやってるようなこういう研究開発のやるチーム。で最後に、まあ、広報、宣伝、普及活動、まあ、これも僕もやってるんですけども、この広報こんな感じでいろんな人にこうお話したりとか、そういうふうな講習会やったりとか、そういうふうなことをやるのが、まあ、主に、まあ、3つやってまして、まあ、こういう講習会講演会やっておりまして、まあ、去年度はこんな感じで、やりました、何回かな7、8回やってますけれども、まあ、そういうやるたびにこんな綺麗なポスター作っていただいててですね、いろんなところでこんなのちょっと見たことがあるかもしれませんが、そういう講習会やってます。これは2008年だから去年なんですね。で、で今年度はこれぐらいやりましたね。7回かな。でこれで8回目なんですけれども、やはり同じようにポスター作ったりして、で今日のポスターはこんなポスターでやってるんですけれども、この時にやった講習会の全ての資料は実はこの moddb.dbc.jp というこのサイトから全部見れるようにオンライン上のテキストとしてやってます、はい、ですので、まあ、興味ある方は後でこれちょっと見ていただければ、全て見れますんで、まあ、見てください。ん RA 11人、はい、そう主役ですよ。 RA さん主役です。サントリーさん でもう僕の話ちょっともう早いんですけど終わりそうなんですが、まあ、今僕いろいろ話したんですけど、あの基本的にもう分かってほしいことはこれだけですと。でうちのDBCS というところはライフサイエンス分野のそういうデータ、いろんなデータみんなが出されるんですけど、そのデータの、まあ、例えるなら浄水処理場と下水処理場でありますということでございます。でこのサポートさえ分かっていただければいいと思います。皆さん本当自分ではそんなことを研究者になったらやりたくないんだけど、そういうことをまあやろうということで、やってて、まあ、あのこれは、まあ、日本大阪で売ってる高度浄水処理の水っていうやつで、ホンマヤってやつが売ってるんですけど、琵琶湖から流れてくる淀川の水を浄水してペットボトルに投げて誰が買うんやろうっていうのを、まあ、やってるんですけれども、まあ、それに近いことかもしれないんですけれども、ちょっと僕らも頑張ってホンマヤみたいに売り出せるぐらい、まあ、安心してすぐに利用できるデータですね。すぐ使ってお腹壊さないようなデータを皆さんに使ってほしい。今そういうふうなデータっていうのは論文で何か書いてあって、このデータをその FTP サイトとか取りに行ったらなんかすごいフォーマットがよく分からなくて、どうやって使っていいかよく分からなくて、そのまま使ったらなんか間違ってしまうみたいなこともまあないわけじゃないんですね。ですのでそういうどっかそういう、きれいにしましたよ、データきれいにしましたよというデータを売ってる会社ありますけれども、そういうのを買わなくてもあのすぐ服用して飲んでもうなんか壊さないようなものを作りたい。それが浄水処理的なアクティビティ活動って呼んでまして、そういうことをまずやってる部分がある。でもう一つは
あれですね、下水の方なんですけど、皆さんがあのこれから、まあ、あの生命系、生命の実際に自分のところでデータを出すような研究室に行った場合には、いろいろ今まで発表してきたデータっていうのは、公共のデータベースとして最後は出ていくんですね、外に。それはまあ、形としては論文であったり、その論文 の, あのサプリメントデータっつって、まあ、論文を補う形のデータっていうふうな形で、みんな外に、なんていうか、皆さん、他の人は見てくださいと。もちろん研究なんていうのは、研究費が公費でやって、公費っていうか、国のお金でやってたりとか、とにかくその自分が出したお金でやってないことが多いと思いますので、自分の財布から出したんじゃないと思いますので、そういうふうなデータっていうのは広く皆さんに知ってもらってこそ価値があるものです。だからそういう広く知ってもらうためには、こういう公共のデータベースというものにこう取り込まれるように出すんですけれども、その時に出すデータっていうのはもうきれいにした。でも自分できれいにしてるとそれが結構大変なので、こういうセンターにご相談いただければ、きれいにして出す。ものを、まあ、お教えしますよ。これは例えるならこう 油を流しに捨てないでとなんかこうありますよね。料理終わった後の油を流す人がいますけど、そうじゃなくてちゃんと新聞紙に吸い取らせて捨てましょうとかなんかありますよね。そういうのと同じ感覚を、まあ、持っていただきたいと。まあ、最終的にまとめるならライフサイエンス分野の、まあ、ライフラインとなるようなことをこのセンターでは、まあ、やってましてですね、ぜひこういうことをやっているところがあるんだということさえことを分かっていただければと思います。で、まあ、最後なんですけれども、まあ、今日のスライドはそのうちここからダウンロードできる、僕のんですけどやるし、他の方にも可能ならここからダウンロードできるようにお願いしたいと思います。で、何か今日言ってて話興味あるとか、もっとうちの大学で講演しろとか、うちにデータたくさんあって何とかしろとかいうのは私にとりあえず問い合わせていただければ適切な人にご案内いたします。で、まあ一番言いたいのはこれで、人材募集していますと。で、今日こんな仕事してますって RA さん、リサーチアシスタントさん、皆さんいっぱい話してくれると思いますけれども、そういう人に自分もなってみたいという人はぜひ Twitter で、この人宛てにつぶやいてください。なので、まあ、つぶやいたことある人ばっかりっぽいんで、まあ、特になんかここでツイッターって何やって言う必要は多分ないと思いますが、まあ、そんな感じで。